まあね、普段はウェブラジオでお届けしてますけど、今回は映像付き&生放送、はい、6月以来半年ぶり2回目のニコ生です。やったー、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、この半年間。この半年間、そうっすね、まあ、でもやっぱさ、やりやすくなりましたよね。そうね、まあ、前回のね、本編の本放送を、はい、聞いてくださってる方は多分お分かりかと思いますけれども、うんうん、あそこからなんかね、変な壁みたいなのがないない、デュララジの呪いから解き放たれた、解き放たれたよ、よかったみんなだってなんかヒューヒューみたいな感じで言うからそうね、ふわーってね、うん、でね、あの前回ね、うん、ニコ生生放送やったじゃないですか、うんうん、で今回半年ぶりに2回目のニコ生なんですけど、はい、前回と大きく違うところが1個だけあって。何？前回のニコ生の時ね、純平さんいなかったんですよ。そうだそう、あのね、いない時のなんだろうな、不安感たらないよね。ないよねほら見てごらん、純平さんしか笑ってないからね。そう、みんなが抱えてた不安だったから、ね、みんな桜ですら笑ってくんないからこのドララジの生放送は。そうなの、本当に面白い時しか笑ってくんないんだ。そう、なんだろうね、この何なんだろうね、見守っていてはくれてるんだけどね、うん。